120年、ここに至る道のりには燦然と輝くいくつもの金字塔が立ち並んできた。今宵紹介するのは日本のことが大好きで日本茶をたしなむこの男を巡るある奇跡の金字塔。欲しい。ロシア代表マキシム・ミハイロフはこれまで数々の偉業を打ち立ててきたロシアの英雄です。身長2メートル2センチ、そのプレースタイルは打って打って打ちまくる。後衛に下がっても守備そっちのけでとにかく打つ。まさに攻めることこそ生き様。彼の辞書に守りの文字はありません。当然その右腕で掴んだ栄光は数知れず、しかもメダルの扱いが実に存在。過去の栄光すら守りません。そんなミハイロフ率いるロシア代表に試練が襲ったのはロンドンオリンピック、ブラジルとの決勝戦でした。この試合ミハイロフはバレー王国ブラジルの前にあの自慢の決定力が沈黙。チームはブラジルに2セットを奪われ完全に追い詰められます。ここで監督からミハイロフに驚きの指示が。お前も守れ。彼の生き様を否定するかのような仰天指令、極限の土壇場で普段から磨いてきた心の平穏が問われます。惜しい。直後のミハイロフのプレーがこれ。拾って一心不乱に拾いまくる。しかも意外にうまい。ミハイロフの守りが流れを呼び、絶体絶命の窮地から3セットを連取。エースのハートの強さがロシアに32年ぶりの金メダルをもたらしました。金字塔。あれから3年、ロシアを訪ねるとプーチン大統領から贈られた特別車がなんと泥だらけ。世界クラスの図太さは健在です。群れない心を持つロシアの英雄、この夏愛する日本で行われるワールドカップでは連覇という名の金字塔樹立を狙います。日本チャチャチャ。